の言うた通り用意してきたんじゃ、5万円なあ、勘弁してくれ。実は奥さんにあんた中傷がおるとは知らなかったんじゃ。もう二度とあげなことはせんけな、頼む。当たり前じゃ、どうやりよったら貴さんの家に火かけじゃるけ。おいが無所暮らしの間、親父と毎晩つるんどったとか。ば言うとけ。安田の言うとった。大股広げてお父さんち言いよったと。そがなこと言いません。しきしょう、神様ずらして息子ん嫁のケツのほくろば拝んじょって。何ちゅうこと言うとか。貴様なごす主は怪我もんじゃ。